はい、皆さんこんばんは。スカイゲーミングの M です。今日はキングダムハーツ3リマインド4回目ですね。カイリさんのかけらをあと4個いただきに参りましたと。前回の時ね、動かせば水が出るのか。なるほどね。全部動かせばいい感じですか。回ってるだけ。それでやればいいんじゃないですか。違うのかな。タイムラグがあっちゃダメ。一斉につけると違うかな。じゃあそれで真ん中でドーンで素晴らしい。これで2つ目いただきましたね。もうちゃっちゃとね倒して次行きましょう。シューティングは嫌いなんでしょやるんすか。弱いからね切っちゃうとね。フィニッシュだけやればよかったんじゃないですか。そういう問題でもないんですかねそういう問題じゃないと。了解しました。これまだあとね1個2個3個探索させていただいて見つけると、そんな感じですよね。前回ね30分で終わったんでね、よかったですよ。またねそのぐらいで終わっていただければ一番いいんですけどムービー長いとね暇で暇でっちゃいけないねそんなことないですよ。興味ありますよ。大丈夫です。キングダムハーツとディズニーは大好きなんでねさてその武器は何のやつ。あ、見たことあるかな。ちょっと使ってみてください。あれどこまでやったんだろうね、僕はね見たことあるなこれ。パイレーツ・オブ・カリビアンの武器ね。ですよね。かっこいいですよねこれね。しかもね結構強い方に入る武器ですよね。これあれですよねあれじゃわかんない。旗出せるやつ、ストームフラッグで。そう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 。これね。受けてみろ。これパイレーツ行くじゃないですか。で船なんか撃つシューティングゲームみたいなありますよね確かね。なかったっけ。ある。そこで確かね挫折した覚えがあるんですよね。なんでかな。なんか途中で飽きちゃうんですよね。僕ダメなんですよね、RPG とか最後までできない癖っていうのかな。クリアしたことないですよ RPG は。不思議と飽きちゃってまずいっすね。この辺りにはなさそうだな。どこですかね。あとね行ってないの。次はなんすかそれ。ハッピーギアと悩んでますね。いいですよ、なんかね、適当なやつで決まりました。ナノギアでいくと、これベイマックスのね武器ですよね。あれ知ってます？ベイマックスって日本用にね作られた、日本用っていうのはおかしいんですけど、日本をねモチーフに作られた漫画なんですよ、ディズニーがね。でベイマックスのほら、だから主人公日本人じゃないですか。でベイマックスの顔は賽銭箱の上にあるなんつうのかな、カランカランっていう鈴、あれがモデルになってるんですよ本当です、これね、本当の話だから。今度はベイマックス見たらね、顔見てください。鈴の形してますよ。本当ですって。たまにはね、本当のこと言わないと。なんだありましたね、3つ目。なんだこれは。あ、色合わせんのかな、確かなんか今おかしな日本語発しましたけど、はい、そんな感じね。3つ目ゲットかな。じゃあ戦闘かな、正解。じゃああれですかね、これ通常戦闘ですかちょっとねディズニーのねお話をしようかなと。かわいい、それ何これ、何この生き物なんすかこれ。こんなメルヘンチックなゲームでしたっけ。かわいいですね。このゲーム女性のファンも多いですからね。さて何でしたっけ、あ、雑談しようと思ってたのかな忘れちゃうというね、最近ね。前回話したのはね、ディズニートイレにね鏡がないと話したんですけど、今日はねディズニーネタね、トロフィーいただきましたね。ちょっとね不思議な話しましょうか。怖い話都市伝説的なね、結構あるんですよディズニーランドって。入ってね右側の名前が出てこないスター・ウォーズのやつじゃなくて、その次のやつ、スペースマウンテンね、そうそれそれ、あそこね、確かね1883年かな、オープンしたのがディズニーランドね。1900だ間違えた、1984年83かな、オープン日ね。そこからね開業して2年ぐらいの間にね2件のね死亡事故があってね、スペースマウンテンでね。でそれでね事故が続くんでね、お祓いをしたお札がね実は天井に貼ってあるってね、知ってました？だから上見ながらね乗ってるとお札貼ってあったんですよ昔ねそんな話、そうですよ。でもね、この間ね、リニューアルスペースマウンテンしたんでね、その時からなくなってるっていう噂もありますね。昔はお札貼ってあったんですよ。どうしたんですか？動揺してるんですか？あとね、入って左のカリブの海賊、あれも最初ほら乗ってってね、ちょっと行くとすぐ落ちるじゃないですか、滑り台みたいにね、うん、でガンと落ちたところに白い花がね飾ってあるとこがエリアがあるんですけど、あれね、実はね工事してね作ってる時にね作業員の方が亡くなってしまったことがあってね、それのために花が献花としてね置いてあるところがあるんですけど、そこはね、まあ、用意してない人形以外にもね何か出るっていう噂がありますね。あとなんだろう、あと有名なのはねイッツ・ア・スモール・ワールド、入り口にね見知らぬ小さなね男の子が立っててね、ランダムに声をかけるんですよ。行ってらっしゃいって男の子が声かけるんですって。それでね閉園間際にね乗った女の子がね一人行方不明になったと、そういう有名なお話もありますよ。いっぱいありますよ、だからそういうの。ディズニーランドはね、あそこもね出るって言えばね、今度C の方ですけど、タワー・オブ・テラーでしたっけ、フリーホールの落ちるやつね。あそこは落ちる瞬間に鏡があってね、みんな手振ったりするんですけど、そこにもね髪の長い女性が映り込むことがあると、それも有名な話ですね。あとはね、お、帰りの心を感じると、じゃああんのかな。あと有名なのはねビッグサンダーマウンテン、あれもねたまに止まっちゃうんですよ。でモニターにね髪の長い裸足の白いワンピースね着た女性が立ってるらしいんですよね。でね店員さんっていうかお仕事してる方がね言いに行くんですって、注意しようと思って。そこちょっと乗らないでくださいって、動かないからって機械がね反応しちゃうらしいですよ。そのお化けが立ってると、で自動に止まっちゃうとね、で店員さんが行っても誰もいないとね、モニターには映るけど目視ができないと、それも有名な話ですね。関係ないですけど、この武器ヘラクレスのね武器ですよね。まあ信じる信じないはねあなた次第。関さんね、関さんもね最近 YouTube やられてね、見れますよ。髪型じゃないか。興味ある方はね見ていただければ。でお次はシューティングスター、これなんか最初の頃ね街行くといただけるやつですね。あったかな、ありましたね。壊せなさそう。でもマークついてるから、あ、上から落ちてやんのかな。ちょっと上がってみます？上ね、上がれないとどっかから上がれんじゃないですか。あ、そっち側だ、手前、入り口の方。そうそうそう、違う入ってきた方。聞いてます話ほら、そこそこ、ほら、上の方に抜けられるのか。さっき僕言いましたけどねこれで上からね、ドーンとね。お、宝箱発見。じゃあいいっすよ、目閉じてるんで。これほんとスッとしますよね。受けてみろ。はい、4つ目いただきました。なんか海が見えたかな。今のところ探しにね行きますか。それ怖い話、怖い話でもないですよね。都市伝説なんでね。あとね、ミッキー閉園時間になるとね、ダークミッキーに変わるっていうねダークミッキーですよ。そういう噂があるんですよ。さらわれちゃうらしいですよ、ダークミッキーにねあれはカイリーの心。あった、これなんか見たことあるんですけど、このハートです。見たことありますよね。あ、前の作品に出てたやつ、ボス的な。なるほどね。で、結局あ、ボス用にね、これに変えちゃうとね。まあいいっすよ、いいっすよ。はい、サクッといった方がね、いいんでね。チェンジからのオラオラでね、これで終了。早い、 OK です。これで5つ。あといくつあるんだ。あと2つだ。えどうしてお前が。お前が回収していた怪異は私が隠した。いて当然だろう。それよりお前は一人で来たのか。ああ、フフフ。代償を払う覚悟はできているのか。お前もかよ。あと2つ、帰りを返せ。少し遅かったようだな。はあ？しまった。どうやら先の時間で帰りを取り戻せなかったようだな。それでお前は再び過去のここにやってきた。だがああやって元の時間のお前が来た以上、同じ運命をたどることになる。どうすれば？さあどうする？もう時間がないぞ。来るぞ。あれ、どこ行っちゃったんですか？敵さんもいなくなってしまってるような気がしますね。いた。武器変えてくれてんすか？ありがとうございます。これがシューティングスターね。これなんか見たことあるな。帰ろうって言ったりね。弱いやつでしょこれ。弱いっていうか、前半でいただけるね、撃てる武器ですよねこれね。でも飛んでる敵ならいいんじゃないですか。ダメなのかなそれは。あれ、今なんか変えませんでした武器？気のせい。本当ですか？また飛んでるんじゃないですかどっかこのマップのね。あ、いた。撃てなかった。どうしても全部ロックオンしたいですね。途中で打てましたよね確かね。なんか後ろから殴られてますね。レイジフォーム。これなんか何かと引き換えにちょっとだけ強くなるんですよね確かね。終わった後 HP が減るんでしたっけ？なんかそんな感じでしたよね。また相手にしてくれない。そうだって言ってますよロナルドだって。僕ね、ドナルド・ダックのモノマネできるんですよ。そんなこといいですか？こんな世界に飛ばされるとはな。マスター・ゼアノート、見よこの街を。これこそかつてのキーブレード使いの都。世界はこの街を起点につながるのだ。全ての時間の我が集う。かの地スカラアド帰るのに。急がないと。大丈夫か？とっさに自分に戻ったけど、どうすればいいんだ。このままだとカイリを連れ戻せないまま時間切れになる。あと2つ、カイリのかけらを。あと2つ、あと2人の守護者の心をたどれば。どうやって？いつもみんなは言ってた。俺が心のままに進めばいいと。俺の心はつながってる。つながる心。そうか。もしキングダムハーツが開いたらどうなるんだ？それは分からない。ただ真のキングダムハーツが出現してしまったことに違いはない。この後何が起きるのかも予想がつかない。このまま抑えていれば消えるんじゃないの？いや、それができるのもキーブレードだけなんだ。そんな。今は空を信じるしかない。そうだね。あれはお前の計画はもう終わりだ。なんだよあれ。来るぞ！い、ただごとじゃねえなこりゃ。くっ、シオン、ありがとうロクサス。囲まれた。来るぞ、みんなの力を合わせるんだ。つながりを信じて。リク、大丈夫かい？ああ、俺たちならやれる。行くぞ。お、戦闘シーンなのかなこれ。いいっすね、これ順番に使えるってことですかね。フィッシュを放てと。総力戦ですねこれでね。さっき失敗しましたね、シューティングスターつけたままムービーね、いっちゃいましたね。どっかで変えとかないとずっとシューティングスターで最後までいっちゃいますよいや、これまでだ。これどういうことですか？普通に殴ってるだけ、普通に殴ってるだけ。はい、連打連打連打。かっこいい。大事なものを守れる力、手に入れたんだ。ありがとうテラ。僕たちの力でみんなを守るんだ。お、来た、ダークミッキー。まだダークではないですねまだね、定時間過ぎなければね大丈夫です。これどれ動かしたんですか？わかんないみんな動いちゃうんだ、ボタンを押すとね。お、ヒロシいいっすね。ヒロシ言うなもうね、ヒロシさんにしか見えないんですよ僕は。この方ね、アクセルさんね。なんか今失敗したんですかどこからどこがムービーだか戦ってんのかが。これ成功ね。まあ、ちょっとねおとなしく見てます。まだいける。どういうことですか？失敗してんのかな、それとも成功して進んでるんですかそれすら分かってない。お、変わった、やっとね。ロクサスだっけ、結構だな。ああ、お前もな。これもうまた嫌な予感でしますよね。まあ、しょうがないですね。ちょっとやばいか。大丈夫。ちょっとね。相手をよくして、守りを固めるんだ。失敗わからないですね、その失敗してんのか成功してんのかがね。これで反撃ですよね。変わった変わった。連打連打。これで6つ目。これでかけらいただけたんですか。なるほどね。じゃああと最後の一つをね。連打来ましたね。頑張れミッキー。ダークミッキーにね。もう少し近づかないと。これ動かしてるんですか。動かしてるんだ。なんかすごいですね、ミッキーの特別扱いが。失敗してますよ。光を守るためなら。タイミングを弾き飛ばすと。なるほどね。一回受けてもう一回次のが来たら返す感じと。さすがミッキーですね。次のが来たら弾き飛ばす。あれ成功したんじゃないですか。疲れちゃった。数減ってないですよね。逆に増えてるような気もしないでもないですけど。頑張れ。失敗。これ失敗すると戻される感じなんですかね。つかライフはありますよ、ミッキーの右側。減ってましたこれ。減ってんのかな。お、終わった。まだ心をつなげられる。どうしてここに？それとも幻？俺から陸、陸から王様、つながりをたどったんだ。これで7つ。王様の光は俺が受け取った。あとは任せて。ここは光、王様の光だ。そうか、この光をつなげれば。光を鍵穴に。お？どういうことですか？なんかおしゃれいいんじゃないですか。繋がった。なるほどね。バンバンやっていくと鍵穴にね。もういいんじゃないですか、適当にバタバタ。なんつかもうめんどくさくなったと。いいっすね、その雑な感じが。あ、でもだいぶつながってますよ。全部つなげるんですかね、これ。大変だ。まあ、こうなりますよね。絶対ね。似てません？いや、ドナルド・ダック。なんて言ったかわからない。今、頑張れ空って言ったんですよ。通訳入れないとダメですから、ドナルド。もしかしてこれで終わりですかね。最後シューティングスターで締めると微妙ですね。しょうがないですか。カイリー、準備はできてる？私が戦う。じゃあカイリーさんで行きましょうか。これ最終ですかね。じゃあね、じゃあもうカイリーさんで行きましょうね。やっと使えたとカイリーさんね。死にそうですね。いい感じですよ。なるほどね。じゃあ今日はね、ここでお時間よろしいようなので、次回カイリー戦ね、ちゃんと頑張ってやりますと。そんな感じでね、また次回お送りしますので、よろしくお願いします。またよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。スカイゲーミングの M とスカイがお送りしました。バイバイ。